いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんばんは、中空の佐藤です。真鍋です。今日は、お店終わった後に真鍋さんが、ラジオ一緒に撮れるっていうのに加えて、移動カフェの市原くんも来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。あの2人とも最近のこう話題としては、はい、中澤の棚が変わったんですけど、2人とも作業、あの市原くん特に手伝って、はい、助けてくれてありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、やってみて。本結構見たり触ったりする機会にならなかった？本自体は触ってないな。まあ本だ、まあ、棚を作ったんやけど、まあそうなんやけど、いやいや盛り上がってましたよ、2人とも前後に本棚に、まあ、面白かったけど、ね、私も切りましたよ。内田君さ、前の棚の板とか引き取ってくれたけど、うん、何になる予定とかある？いや、まだ特に決まってない。あ、決まってないよ。本棚になるかもしれない。あ、本棚がいいな。それはもしかしたら井戸カフェにくっつく可能性もあるの？自分家？自分家かな。あ、自分家か、あ、じゃあそれの片鱗をもう見ることは、内田君家遊び行くということ以外では無理なのね、うん、あ、でもカフェ、移動カフェで置いてもいいかもしれない、うん、カフェで置いた方がいいでしょ、絶対。なんかそれこそ真鍋さんが、うん、あのこの間初めて、結構前か、うん、初めて行ったって言ってサニールートコーヒーって、うん、あのお店の人仲良くしてくれてるあのお店には、うん、岡田さんのサインと岡田さんが一冊本を置いておこうなの。あー、見ました、おすすめ本を。バス写真撮れば、あ、撮ったわ。あ、撮ったんや、うん、あったやろ、見てきたら。ありました。そうそうそう、とかがあって、うん、いや別にそれをこっちからしろっていうのも変なんやけどまああったらちょっとなんかおもろい、なんか姉妹感というか兄弟感ありますよね、うんうんうん、なんかちょっと、うん、つながると嬉しくもあって、うん、ごめんな、なんかすごい市原くんに白みたいになるのはすごい心苦しいんやけど、うん、白とは言ってないから。白とは言ってないよ、うんうん、なんかそれ見て、うんうん、まあ、あのサニーズとコーヒーさんのカメラ、あのオブジェって言うの、なんて言うんですかこれは。あ、カメラとか、いや、いろいろ置いてあるよ、うん、アンティーク、うん、これはなんて言うんですか、これは、うん、いや、ものによって名前が違うんだけど、まあ、なんだろう、装飾で置いてたりとか。装飾のカメラ、これ持ってきたやつか、うん、あ、いや、これは壊れてしまったカメラ。もっとカメラすごい。いや、なんかちょっと面白い。いや、なんかその、そういうのとかを見て、うん、余計になんか持って帰りたくなったというか、なんか交流してる感ないですか？あ、中澤のものが向こうにある。真鍋さんが、うん、あのサニールートで、うん、あのカメラでもう使えなくなってしまったんやけど、うん、こう置物というか、うん、アンティークというかとして置いてあるカメラを、あの譲ってもらってきたんよな。で、それをちょっと中澤にどっかに置こうと今思っていたところで、そういう風にちょっとお店のものが行き来してるのって良くないってことだね。ごめん、姉妹交流みたいな、必要以上に話したかもしれないけど、そういうこと、ね、そんな感じです、はいはい、なるほどなるほど、うん、移動カフェもあれやもんね、市原くんの本とか、うん、あの音楽し、なんかいろいろ置いてるやろ、うん、あれでもあれ中澤からとか岡田さんから、あ、そうだね、譲ってもらったやつは置いてます。譲った買ったあの CD 整理した時のやつ持ってってのは、そうだそうだ、うん、いくらか、確かに確かに、結構やっぱりお店の人同士は仲いいけど、世界観とか場所が結構おのおの違うし、過ごし方がやっぱり違うから、なんか見え方違ったり、確かにめっちゃ面白い、そういう意味で面白いね。なんか初めてブックカフェというか、そういうのを目的として行きました、はい、この前行った時、いずこに、あ、そのサニールとかに。あ、なるほど、うん、今まではなんかご飯とか、うんうん、ドリンクとか、うんうん、そういうのを目的としてカフェを選んだんですよ、うんうん、でもこの前行ったのは初めてこうなんか本も読みたくて、それが置いてる空間に行ってみたくて行ったっていう、なんか自分の中でのなんかちょっと違う感じでしたね。なるほどね。ものを、まあ本もものやけど、ものよりはお店、うん、お店自体とか空間とか、そう、うん、なんかその食べ物が食べたくて行ってたけど、うんうん、初めて空間、うん、そのお店自体を目的に行ったってことですね。なるほど、ね、うん、なんか中澤の影響を受けてるなって思いました。あ、自分が、私自分が、うんうんうん、だって今まで興味がなかったものというか、うんうん、興味がなかったもの本読まんもん、ね、いや、本は自己啓発本みたいなのは大学生の時にすごくハマって読んだことはあったけど、 それ以来本をあんま読んでなかったんですよ、うんうんうん、漫画ばっかりで、なんか、まあ、この前そんな感じで旅にしたりとか行って、うんうん、
なんか本を持って出かけるみたいなとかもなんか最近しだして、あ、なんか私文学少女っぽいなって。でも多分なんか人としてはまあ中空で働いてなかったら多分こうは染まってなかったろうなって、うん、中空わかんないですけどね、うん、他のブックカフェで働いたりしたらそうなってたかもしれないけど、うん、まあ、でもなんか自分の中になんかこう影響を流れ込んでるなっていう感じだった。あとコーヒーさ自分で入れ始めるとさ、一気にこう他のコーヒー飲むのがすごい楽しみになったりするから、そういう意味でなんか楽しみが増えるみたいになったら、うんね、ちょっとかっこいいエピソードなんですよ私。あ、どうぞどうぞ。なんか喫茶店に行ったんですよ、はいはい、で、はい、なんか私的には全部を楽しみたいんですよね。だからブラックで飲んで、はい、冷めた後のコーヒー飲んで、うん、味変わる、味変化する、うん、で、うん、変化したら酸味が強くなるから、うん、そこで初めて、うん、なんかミルクを入れて、うんうん、最後にお砂糖を入れて飲むっていうのが私はしたいんですよ、うん、でも店員さんが、うん、もう私は使わないだろうと思ってお砂糖とミルク下げますねって言ってくれたんですよ。あ、うん、でそれがなんかその嫌だったとかじゃなくて、うん、この子はブラックで飲むっていうなんか称号を与えてもらったような感じで嬉しかったですよ。あ、この子はブラックで飲む子やなって、うんうん、だって今まで飲まなかったんで、うん、なんかすごい最後嬉しかったです、下げてもらったのが。あ、この子はブラックでコーヒー飲む、あなたは、あ、お客様はブラックで飲みますよねって言われてるわけじゃないですか、うんうんうん、おーと思って、うんうん、だから本当欲しかったけど、うん、あ、大丈夫ですってかっこつけて言っちゃったっていう。そう、あるでもあるよね、あの人いつもブラックやから、うん、もう勝手にあのスプーンつけなかったよ、そう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 、そういうのはちょっと、ね、まあ、まあちょっと勉強ではありますけどね、うん、飲んでないからといってもしかしたら使おうとしてるかもしれないから、ね、あと僕その認定が早くて、なんか早いというか浅はかで、うん、あの人ブラックやわと思ってたら普通にお砂糖とミルクありますかって言われて、うん、すいませんでしたって言って、バスケあって、いや、ちゃうかったわみたいな。あるある、うん、でもなんかそれが時にはなんか認証をもらった感じ、私は嬉しかった。あ、まあそこちょっと交流したい、お店の人と知り合いにならんけど、まあ、どっちも認識してるなみたいなのも、うん、なんか結構いいよ、うん、それ初めての店やったんですよ、うん、あ、初めてやけどそういうのが起こったんや。そう、なるほど、ね、だから、あ、うん、私ブラック認定いただいたと思ってなんかっていうことがあったんですよね、うんうんうん、やっぱりどうしてもなんかブラックが2みたいな感じのイメージはあるんかな、うん、あるでしょ、なんか大人の飲み物というか、うん、だって私カフェラテ派ですもん最初は、うんうんうん、お砂糖ミルク必須、うんうん、今はどのぐらいの割合の結構カフェラテの方が多いやっぱり。今は場所によりますね、うん、そのちょっとカフェみたいなところに行ったらラテとかを飲む普通に、でも喫茶店に行ったらあのカフェオレは頼まない、うん、コーヒーが飲みたい、それはコーヒーを飲みたいというかその順番それは あれで分けてるってこと、その具体的な入れ方というのはお店の雰囲気で分けてるって思う。いや、というよりかは、うん、カフェラテが好きなんですよ私、うん、エスプレッソの、うん、ウォーミングのそうオレではないんですよ、うん、だオレ飲むんだったら最初はなんか味変して飲みたいというか、さっき言ったみたいにブラックにブラックでミルクでお砂糖みたいな、うん、だからラテがあったらちょっと悩むな。基本的にはやっぱりエスプレッソが好き、香りがね、うん、なるほどなるほど、いいですね、でも楽しみが増えていくってこと、ね、本ちなみに何読んでるんですか最近、その最近持ち歩いてるやつでも、あ、うん、読み始めたとか全然何でもいい。今私ね、はい、本を読むコツが分かったんですよ、はい、自分の中で。お、自分のペースつかめてきた。私は、うん、飽き性だったり、うん、気分によって、あ、うんうん、読みたい本が変わるんですよ、うんうん、だから、うん、もう気分によって全てを読み進める。だから数冊持って平行に読んでいくそう、そう、うんうん、を始めたんで、うん、最近はこれ4冊です。あ、ちなみにご飯通、ニーチェの言葉、寄りかからず、女はギャップ、この4冊です。この、うん、女はギャップっていう本は、うん、どれもタイトルのパンチがちょっとはっきりしてて、うん、女はギャップっていう本は、うん、奈良さんに、うん、この後ご飯行った時に、うん、
友達が興味を持って、お店ですよね、そうお店ご飯さん、うんうん、で興味を持ってなんかそのアンケートみたいなのあって、そこでどう思うみたいな言う、うん、っていう会話があった時に、なんかこういうお店であって、本お店と出会った本を思い出としてなんか自分が持つのってすごいなんかいいなって思って、この前行った時もそうやし、サニールートさんの本ももう買いました。うんうんうん、あそうや、ここで買ったなとか、そうとか、この時読んでたなとか、本であるなとかっていうので、この子は買って、うんうん、ニーチェの言葉もあのリマコーヒーさんで大きいのが置いてあったんですよ、はい、でその時になんか仕事やったんかな、パッて読んだ時にそれがなんかすごい良かったというか、うん、で物語っていうよりもなんか短編小説っぽくなってるので、うん、あいいなと思って、うん、この子は買った、うん、で「よりかからずとご飯つ」は岡田さんにもらいました。あなるほど、うん、あこれ岡田さんチョイスなんやね、うん、この2つは岡田さんチョイス。なるほど、うん、誕生日に、はいすごい、うん、めっちゃいいね、うん、これはでもう4つを平行読み、うん、あなるほど、最近学びましたね。平行読み読書する人、岡田さんも多分結構あのコロコロ本書いてると思うし、結構多いし、僕もよくやったりします。岡田さんの場合でも多すぎてどれを平行してるか分からなくなりそうですね。どうなんよね。でもその時のこうなんか気にしてることもあればいろいろあるんかな。どう、あ確かに、まあこの平行読みのチョイス ね、何個読む時のこうチョイス自体がそもそもどうなんやっていうのは確かに、うんうん、市原くんは最近なんか本読んだりとか気になってるとかなんかありますか、うん、本じゃなくてもいいけど。本は相変わらず読めてないですよ。あ読もうと思って買うんだけどね、うんうん、全く読めてないですよ、うんうんうん誰か読んでもらおうかと思って店に並べてるけど誰かに読んでもらおう、あお店の、あ引きたい人ね、あそうそうそう、そうそう、読みたいと思ったけどね、うんうんうん、俺もその読むコツができてなくて、なんていうの、合間でちょこっていうのがすっごい苦手で、うんうん、誰もおらんところで一人でずっと時間食えて、ずっとは読めるんやけど、そういう間が取れんとか時間が取れんかったりするけん読めてないっていう。結構グッとちょこちょこじゃなくてグッと没頭したいんや。そうそうそうなんやって、ね、特に小説なんか特に余計全然読めんくて、もともと本読む自体は結構好きな、子供の頃めっちゃ好きだった、小学校の時とか、うんうん、めっちゃ年上って何年前ですかこの頃、もうやばいよなびっくりしますよ、例えばなんか20代とかせめて30代とかなんかそんな感じかなと思ったら、うん、子供の頃って読んでるうち早いのかなでもほんまに友達も少なかったけど、ずっと本図書室で本読むってタイプで、でも図書室行くのは好きだ。同じですよ、なんか無遊病で図書室がなんか好きそうすぎて、うん、なんかね寝てって、うん、お母さんがパッて見たら、うん、正座して壁から取ろうとしてる本を。正座していつの話、小学校の時の話で、夢はその時夢覚えてるんですよ私図書係だったんですよ、ちょうどその時。それは待って、寝てて、うん、寝てるんですよ、私意識ない、うん、のに座って、うん、壁に向かって本を取ってるんですよ。それ寝てる間体が動いてるってこと。そう、私結構ちっちゃい頃からなんか窓開けちゃったりとか、へえ、うんうん、なんか結構そういうなんか部屋動いちゃったりみたいな、うん、してたんですよ、多分ちっちゃい頃ね、多分小学校ぐらいまでかな、うん、なんかでその時に正座、まあその1エピソードにそれがあるんですよ、うん、ちょうど私その時図書委員会入ってて、うん、図書室がめっちゃ好きだったんですよ、うん、多分それが体に現れた。すごいでしょあんた昨日本取ってたね壁からって言われて、あ最近図書室好きなんやなって言って、うんうん、そんなのがあった、懐かしい私覚えてないけどお母さん怖かったって言ってました。あんた何してんの、あんた何してんの言うても全然振り返れへんしみたいな、見てるんですよ私は。急にし始めたらねびっくりするな、でも、うん、立ってみたら本取ってた。あ、子供の頃そういう癖ありました。癖ね、うん、ないんちゃうかな、喋ったらもないですか、覚えてないさ、自分では聞けないですもんね今こんなに癖強いのに、あ強いか、いやいや、なんか私一番面白いエピソードがあって、うん、寝てる時、うん、妹が寝てる時にクマに襲われたってでクマが上からのしかかってきて怖いって、うん、で妹が言ってきた、でお母さんに朝、うんうん、泣きながらね、はいはいはい、
昨日寝る時に、うんうん、でも横に行ってるのは私しかおらない子供部屋で私と三姉妹なんですけど、一番下の子もラハちゃんだからいなくて、部屋には私と妹、二番目の妹しかいないんですよ。で妹が絶対あれはお姉ちゃんじゃない、クマやった。でも誰がダメもどうやら私なんですよね。可愛いでしょ。信じてくれへんって泣いてましたけど、妹可愛い。クマやと思い込んでたの。うん、まあ私やと思う。なるほどね。可愛い。なるほど、じゃあ顔の字で寝てたんやな。顔の字。もう今2番目のことはべったりやったのよ、ずっと。最初なんですけど。何するのも一緒。はは。夢見ま、最近は見ますか。最近見てないな。いや見たけどすぐ忘れるけど。私夢は結構覚えてる。結構覚えてる。女の人って結構覚えてる人多いよな。私結構覚えてる。それちょっと羨ましかったですよ。え、羨ましくないですよ。目覚め最悪な時もありますよ。だってパッて起きてうわみたいなとか。こと細かくなんかはっきりしてとか多いやんか、夢を。いや、ありますよ、結構。私は結構はっきり覚えてる。全然覚えないと思って。覚えないんですか。もう、なんか見たっていう記憶はないけど、もう次の瞬間に忘れて何見たか。ダンさん夢見ないでしょ、多分。全然見ない。夢見る暇がないんじゃない。いや、違うんですよ。寝る暇がないんじゃない。多分死ぬように寝てるから。私想像できたもん、なんか絶対ダンさん夢見えへんなんて。でしかもね、あの岡田さんと川西さんが、あいつは一回寝たら大きいんって言ったんですよ。そんぐらい多分熟睡するタイプやから絶対夢見ひんやろうなと思って今、うん、寝てる時に友達の家行って寝ちゃって、僕の上に椅子置いてその上で座ってみんなポーズ撮ったりしてる写真が残ってて、全然こいつ起きへんみたいなので、すごいあのいたずらされてて、大変そう、寝起き悪そう。いや、最近そう。でも結構パリッと。どうなんやろな。あ、ちょっとでも寝方の生活年も時は取ってるから変わってはきてるけど、寝たら起きへんかった、ちっちゃい頃の方が寝起き悪かった。いや、ちっちゃい頃はもうでしょ、絶対変わらないですよ。私寝起きいいですもん、めっちゃ。あ、そうなんですか。私はね、私はね、みんなに意外と寝起きいいよなって思います。やばくないですか、そこまで意外と使っちゃうと思う。いや、分からんけど、パッと、あ、でも最近はやっぱ年ですかね。年ですか。はい、ですか。いや、なんか、はい、起きてから30分ぐらいはなんか音楽とか流して、はい、なんかこうしないと、なんかすっごいなんか血圧が低い感じ。うーん、動けるけどこうなんかもう感じなんです。それは寝起きいい方に入るの悪いってこと。いやー、寝起きが悪いって、機嫌は悪い人でしょ。いやいやいや、起きてって言ってもちょっと何みたいな、ほっといてみたいな。それもあるし、なんかこう割と体すぐ動かみたいなことも刺す。あ、それも刺すんですかね。寝起き悪いって、確かに どっちもイメージまたがっていく感じするけど、体動かないのイメージだけどな。機嫌悪い人もでも寝起き悪いなっては、私はそっちだと思ってました今、ちなみに僕それで言うんだったら全然そんなことないよ。そんなことないよ。寝起きてるだけでしょ、絶対。絶対とか言われたけど。そんなことないし。ね、何話してこんなのでしたっけ。いや、私が本、図書室の本を取ってる話じゃん。だから、そうそうそう。ダンさんは逆に何を思うんですか。僕小さい頃は、あの僕も図書館行ったら、あのね、子供用のフランケンシュタインとか、はい、ジキルとハイドとか、なんかそういうちょっとホラーっていうか、なんかちょっと怖い話の児童書版みたいなのがあって、それ読んでたのよく覚えてます。面白くなさそう。あ、でもちょっと映画になってるやつ多いから、そういうので、なんかそういうお話みたいなのが、グロい系ってことですか。いや、グロ、そんなあのグロいとかじゃないよ。ファンタジックっていうか、あ、ちょっとファンタジー。そうそうそう、ファンタジー。ちょっとだけどトーンは暗め、あ、明るい魔法使ってバーみたいなよりはちょっと気おかしくなっちゃう人とか、オオカミ男とか、そうそう、人造人間とか、そういう、だからちょっと話は暗めやけど、そういう、まあでもお話みたいなのが好きなんだと思う。中学校の時あれハマってました、トワイライトの小説。ああ、ヴァンパイアのあったね。小説があるんですよ。
結構缶多い10枚ないかな、普通に全部読みました。僕が小中高校2かけてくらいでハリーポッターがすごい流行って、うん、そんな感じで海外のそういうファンタジー小説みたいなのが、まあ、学校にやっぱ入りやすいとかもあるから、うん、なんかねちょっとそういうティーンたちに読まれるみたいなのが結構あって、それの、うん、あれは中学の時に全部読んだり、うんうん、本多も読むのそんな嫌いじゃないですよね、うんうん、私夢に出てくるんですよ本読んだら、お主人公が自分、主人公が自分、うん、あのアニメも私すぐ影響されやすいんですよ。で本の世界観を自分が行くわけ、行く夢の中で、夢の中で、へえ、怖い本ちょっとやばい、だから怖い本ダメなんですよ私、うん、入ってきちゃうよ、うん、本当に入ってきちゃうのか入っていっちゃうのか分からんけど、うん、いやまあ確かにね、本当に怖い本とかを見たら夜うなされる、絶対読めんよね、だから読まないですよ読めないでしたっけ、うん、ムカデでしたっけ、違う芋虫や、うん、今日ねそうそう、その話しとって、うん、怖い漫画があるんですよみたいな、うん、名前なんですかみたいな、うん、言われて、うん、なんかムカデっぽい感じのムカデ人間っぽい感じの名前なんですけどみたいな、思い出せないです、隠しとるやん、そんなんやったら絶対気になる人出てきますよ、ラジオで、いやもう絶対おるんやって、うん、いやでも好きな人は絶対おるから、でもね一瞬だけね開いてみたんですよ、うん、でも見たアカウント言われたから開くだけになった、あ見たアカウント言われたから、うん、見てもダメなんですか、見てもいかんと、いや絵がな、うん、絵からもうやばい、そうなんや、でも見たくなっちゃう気持ちもすごいあるな、そうそうそう、だってもういかにもというか、もう 見ろと言わんばかりの岡田さんのなんかその、うん、煽りというかみんなの前でこれは見たいかんのやみたいな、お前それ撮るかで私が触ろうとしたらガガガガみたいな言うんですよ、うんと思って見ろって言ってるやんと思いながら、まあ、でも怖いもんって全部そういうとこあるよね、うん、そのあのめっちゃ怖がってるし嫌やなと思いながらもこう見るの止められんみたいな、映画とか何でもそうやけど、階段も、まあ、怖いわって言いながら聞いちゃってるな、うん、私は絶対見ないだから、あ、まあ、最初からね、もう最初から距離取るか、え、夢に出てこないんですか、うん、私でも一番ね苦戦した夢は犬夜叉、犬夜叉、いやね基本的に主人公なんですよ、ただ主人公だからといって何でも世界がうまく回るわけではないんですよ、夢の中で。犬夜叉はあれやな、漫画、え、アニメ、アニメ、うんうんうん、私がだからカゴメ、カゴメもいるんですよ、うん、あ、分からない人もいるかもしれないけど、うん、犬夜叉主人公の、まあ、そうヒロインの女の子で、うんうん、その女の子もいてライバルなんですよ、うん、どっちが取るかみたいな、犬夜叉、あ、犬夜叉の角関係俺も犬夜叉の角かと思ったとか、ほんまに夢の私の夢やのに、うん、思い通りには絶対いかないんですよ、うん、あの幽遊白書わかります、わかりますよ、幽遊白書も私主人公やったあれは多分女の子いない主人公って言うと、ユースケなんやってあ、ユースケ多分女の子がいなくて、うん、クラマっていう汎用の人間が好きで、うん、夢の中でよく頑張って戦ってましたね、一緒に、うん、一緒にね、うん、一緒にね、意外とあれはちょっと古めやな、でもどっちもなんかね、うん、朝にやってたんですよ、あ、小学校で、ミツバチマーヤとかもそうやし、うんうん、ランマ2分の1とか、うん、アニメで全部やってたんですよ、だから全部見ました、朝にね、なんか学校行く前のちょっとの間、うん、楽しみで、そう、15分だけか、うん、うん、15分だけかな、誘白とか、ね、うん、ちょっとあれ世代上なんか、そう、俺らの世代、俺らの世代、誘白は完全に筋肉マンとか、ああ、そうなんや、筋肉マン巻いてましたよ、え、筋肉マン好きな、好きというかやってました、あ、やってた、だから見ました、うん、やってたから、うんうん、筋肉マン結構面白い、面白い筋肉マン好きそうな人ってマジでドジで強いでしょ、そう、あと筋肉マン好きな人って、はい、筋肉マンのことを話した時めちゃめちゃ面白そうなんや、最高に楽しそうな筋肉マンのことを話すのよ、ちょっと顔が筋肉マンっぽくなってませんちょっとなんかだから切ないですか、だから童心に帰れるんか、なんか本当にもうめちゃめちゃ楽しそうに話すのよ筋肉マン、ね、うん、確かに筋肉マン好きやったかも、うんうん、面白かった気がする、面白いよね、うん、明るいし入りやすい、筋肉マンの世界にも入れる、筋肉マン出てこない、基本やっぱイケメンがいないと筋肉マンはマスクの下すごいイケメンだよ、すごい、スグルはいる、え、でも光ってるでしょあれ、そうそうそう、顔じゃないでしょ、確かみ眩しい、あ、でしょ、男前すぎて見られる、見ないですよね、やっぱちゃんと見てるんやが覚えてるもん、懐かしいな、そういうのだから、そっからアニメ好きだったんですよ私多分、あ、そう、ちっちゃい頃にね、やって、うん、キテレツ大百科とかね、そうなん、
うん、まあ、ちっちゃい子とアニメ結構直結そうだけど、僕意外とおばあちゃんと水戸黄門とか時代劇見るのも好きだった。あ、私も時代劇好きでした。おばあちゃんがお風呂屋さん行ったら絶対ついてるんですよ、なんか、うん、そういう銭湯との合併みたいな、うん、で毎回毎年何回か行ったり、新鮮、うん、いやごめんごめん、いい、続けて続けて、ごめん、親戚のお姉ちゃんがバレエやってたんですよ、うん、で年に2回は毎年行ってたんですよ、うん、あの発表会見に、うんうん、だからあのバレエの鑑賞も好きです。あ、ちょっと分かった、待って待って、踊る方のバレエやし、踊るのバレエも好きやし、今小さい頃見て好きなものの話にスライドしたね、見ててスライド、そう、オッケー、時代劇をね、いけたいけた、うん、あと歌もオペラも好き。あ、オペラ聞く、オペラも全然好きやし、うん、そう、あと合唱とかも好き、合唱っていうかな、オーケストラか、を見に行く方、自分見に行く、なんか聞く、音楽の授業とかで自分もやらせない、音楽会とかやるけど、うん、そうじゃなくて聞くのが好きです、うん、もう好きやし、私結構芸術鑑賞好きかも、うん、ですね、うん、たまに YouTube でも見ましたよ。あ、そうなんですか。なんかバレリーナの一生みたいな、一生みたいな、でないですか、なんかこの子が有名なその主役になるまでの学校での、はい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 、ドキュメンタリーみたいなとか、うん、なるほど、うん、そういうの見た、うん、話変わったけど、いや、いいよ、変わろう変わろう、うん、この前お母さんがね、ラジオ聞いて私が言ったやつ、はいはい、あんたって言われました、うん、続きを、はい、あんたの中面でどんな感じなんかよう分かったなるほど、こんな感じよな、悲しいと思って、うん、悲しかった、だってなんかどんな感じなんて言ったら、なんかあのもう大変やろうなって言われて、なんか悲しくて、え、そんなことないよみたいな、うん、しも大変やでみたいな、いやいや、まあでも確かになみたいな、うん、岡田さんと話してるやつが、うん、なんかそんな感じに見えたみたいな、あんた好きなこと話すかな、うん、もう起動修正もできずに、うんうんって言われて、うん、私は聞き直すの時間かかるでしょ、1時間ぐらい結構喋っちゃったかな、いや全然聞こえ、いや全然あの時のやつが多分1時間ぐらいで、あの岡田さんと2人で喋ってた、そうそう、で岡田さんが頑張って話を、うん、あ、私すぐ脱線するんですよ、うんうん、あ、意識しないと、多分ね、もうあのお気づきの方多いと思意識してテーマを、うん、テーマちゃんと絞ってくれたらいけるんですよ。あ、結構なんかテーマあんまり決めすぎると、うん、まあ、本の話をとか、まあね、ざっと決めるんやけど、あんまりこうなるとさ、なんかそればっかりこう、はい、ギュッと、僕は逆にありすぎると、ね、なんかだ凝り固まった感じで書いてきたみたいになっちゃう、これ言わなみたいななりすぎちゃうから、え、なんかテーマがあったらそれについてだけ話せるんですけど、うん、フリーって言われたらなんか意識が点在するというか、あ、結びつぎちゃうんですよ、だから話しとって、まあ、連想してどんどんこっちこっちになっちゃう、そうですそうです、で、うんうん、どこに行くかわからんみたいな話になっちゃって、うんうん、いや、それは全然でも中澤ラジオそんな感じでやってるし、ね、いいよ、それは転び方がね、うん、急すぎるんですよ多分、あ、たまにびっくりする時たまにやる、それはある、うん、そうで、なんか転んでから気づくんですよ自分で、あ、話していいですかって言ったら、でもちゃんと聞いてるんですよ多分、私そういえばみたいな、いや、もうハンドル切ってる時があるからびっくりする、だからびっくりしてるんだから、ね、あ、もうそのカーブ曲がってますみたいな、いや、でも、まあ、ええよええよ別にラジオで そんなんはあんまり、うん、もちろんなんか、うん、まあ、テーマある時もあるし、ない時も全然あったっていいし、うん、まあ、という感じでね、最近は文学少女のコーヒー好きで、はい、文学少女、文学青年って自分で言うんか、自分で言っても変じゃないんか、人から言われるもの、いや、わかんない、かなって気がした、いや、わからんわからん、これあんまり、うん、まあ、いや、でも本当は突っ込んでほしいとこですよ、だって文学少女っぽくはないから、いやいやいや、なんでやねん、俺らが悪かった、あ、そうなんや、もう受けたのに、あ、そうやったよ、ごめん、それはちょっと、いつものやつかなって、ボケを殺し てごめんな、それ、うん、あ、じゃあちょっと私が反省して、はい、じゃあ話をあの軸に戻しますね、じゃ あお願いします、そういえばコーヒーといえば最近、はい、いや、なんかこの、まあ、小芝居みたいな感じですごい嫌やけど、最近は、まあ、今日あの今あの時間あの営業時間短縮中で、でちょっと作業とか用事があって、はい、たまたま3人揃えたんでこうついたって質ですが、
ラジオを撮ってるんですけど、うん、最近午前中にコーヒー教室を始めましたねっていう、はい、このなんかほら、うん、このなんかふって喋られたのがちょっとこっぱずかしくもあるけど、うん、まあでも、うん、あのゆるゆる言っても、うん、あこれが本当は話したかったんかなって なるんじゃないですか。小芝居っぽい方がもしかしたらいいかもしれない。あどうせ話すんやろみたいな、そう確かに締める時に思い出していく時に出てくることです、うん、そうですね、あみたいな、うん、コーヒー教室やってます、うん、です、ね、楽しいですよね。ですね、午前の10時から予約制で、お客さんその貸し切り状態で、僕と一緒にコーヒーの、落とし方ドリップの仕方一緒にやってて、はい、まあ、ドリップ以外にもこう豆のなんか入り具合の話したりとか、まあ、コーヒーの基本的なことから、一緒にやってめっちゃなんかお客さんも反響ですよ。いやどうなの、反響じゃないか盛況か、まあいやあ予約は反響がある、反響もあって盛況もある、ありがたいです。 まだちょっと始まって数日で、うん、この時短期間中の9月今のところは12まではやっていこうかって言って、うん、あの結構予約埋まってるところもあったりしつつですが、はい、そうですね、反響あったりなんかまた相談来たりとか埋まってたからめっちゃ言われます。で日程埋まってて何件か断ってます、うん、ああそういう反響、うん、そう反響がとか友達の友達が言ってくれたりとかで、はいはい、なんかあれ意外と私の周りの子たちもコーヒーに興味あったんやと思って、うん、びっくりしました。なるほどですね。なんでまた来てもらった人がそうですね、続けてやってみたりやってみてどうやったみたいなそういう反響も聞けたら嬉しいなと思いながら、まだ土日は埋まっちゃってますけど平日は空いてる日があるので、はい、午前10時から大体1時間半ぐらいかけて、はい、やってます。あの来たらドリップ中空の、あのネイルとエカン使って自分でも落としてもらったりもできるし、はい、やってるのでコーヒーちょっと入れ方一回ちゃんとやってみたいなという人はこのきっかけにしてもらったり、その後うまく入れられへんとかたまにここで僕とかお母さんとかと話して入れ始めてこう聞きに来たりここで入れてる様子見に来たりする人もいるのでそういう感じで嬉しいですよ、うんうん、でやっぱネルドリップ一発でもう完璧にできる人って全然おらんと思うから、うん、まあそういう意味でこう長く付き合っていくつもりでやり始めてもらえたら、なんかライバルって言ったら失礼かもしれないライバル増えたなと思ってたまにお客さんのコーヒーの方が嬉しい です頑張りましょう、ね、悔しいと思ってあれみたいな頑張りましょう、うん、お客さんが気使って私をフォローしてくれるってそんなことないですよみたいな、 なんかあれ美味しいみたいな、うん、ドリップ初めてですかね、ネルドリップ初めてですみたいな、いやでも初心者の方が多い、そうでもない、いや多い多い結構多いよ、うん、今 まだ数日だけど結構今のところは、うん、初めてって感じ、初めての人とか家でもちょこちょこやってるけど意外とペーパーでもハンドドリップそんなにしないで家で飲むのはやっぱりマシンで飲んでることが多くてやってみたくてって人が結構今のところは今日までのところ多いかな。その後に私が入れて、うん、いやマイムさんのコーヒーも美味しいですよって言ってくれてさらにこうなんかちょっと悔しくなって、うん、ライバル出現ですねって言ってお客さんになるほどなるほど、うん、頑張らなきゃと思ってそうですね、はい、頑張りましょう、はい、まあ本当に長く付き合っていろいろ、まあシンプルだから確かにお湯落としてお湯やかんの慣れてる船はあるんやけどお湯落としてこうコーヒーになっていくと思ったらシンプルより難しいんだけどうまくできいきなりうまくできるってこともあってもおかしくなかったり、めっちゃこっつかむ早い人がいるかもしれんっていうのも全然あり得ることなので、なんか我流でやんでた人が何かのきっかけであそういうことかってありそうです、うん、やっぱ経験値でこう、うん、なんかある程度のこう豆とのこうなったらこういうふうになるんやなみたいな関係がこうつかめてくると確かにいけるのかもしれないし、でも結構入れ方大きく違ったりすると、うん、あ全然思いつかなかったみたいなのもあるからね、豆の種類違うと結構あの膨らみ方違ったから、うん、あこんなちゃうんやと思う時もたまにあります、あの、はい、うんうん、難しい、なんでまあそれが変わっていったり変化あったりするのが面白みのあれだと思うので、はい、美味しいコーヒー引き続き入れていきたいと思います、頑張ります、頑張りましょう、はい、そうね、あ市原くんの井戸カフェはもともと時短の時間に引っかかってない、かぶってないんだ、ない、何一つ関係がない、なるほど、もともと8時までそうそうそう、あなるほど、うん、なんで
ね、全く何の影響もなくいつも通りずっと続けてます。あ、やってますか、はい、ました。こちらは8時、え、オープン何時？オープン10時ぐらい。オープン10時ぐらい、うん、あ、じゃあこっちコーヒー教室10時ぐらいだから、ちょうどなんか同じ時間帯に珍しく動いてるわけですね。あ、ほんまですね。寝てそうな時間に、遅かったりあれ、うん、あ、いや普段やったね3時までしていやいや、なるほどなるほどです。では引き続き、はい、よろしくお願いしますという感じですね。はい、はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、中空の岡田です。今日は中空の岡田と川西君と佐藤団子3人でいます。でおはがきに、お返事させていただきたいと思います。ラジオネーム写真家山さんです。これまで読んだ中で一番心動いた、くすぐられた本は何ですか、教えてくださったら嬉しいですということです。僕岡田は中学生の時に買った、チャールズ・ブコースキー小説家が書いた死をポケットに入れてという、本です。この本は死ぬ前につけてた、チャールズ・ポスキーが死ぬ前につけてた日記です。で、この日記を僕読んでどういう気持ちになったかというと、あ、自分って一人じゃないなと思いました。なんか中、まあ子供からちょっと大きくなっていって関係が少しずつ広がったりしたけど、なんか違和感すごい感じることをやっぱ多くなってた時に、そんな子供の僕の視点のまま大人になってた人がいたんやなと思って、しかも結構高齢で、だから本当に友達見つけた気がした本です。チャールズ・ブコースキー、死をポケットに入れて、だからもう20年以上前に買った本なんですけど、もうボロボロなんですけど、中空のカウンターにいつも置いてますので、もしよかったら手に取っていただけたらと思います。まあ、その一人ぼっちじゃないなと思った時に、チャールズ・ブコースキーのことを調べたら死んだばっかりで、ちょっとショックだったことも覚えてます。で、せっかく川西君とダン君がいるので、まあなんか一冊ずつ、はい、心動いたくすぐられた本は何か、はい、あれば。あ、はい、これは友達に勧められた本なんですけど、はい、前もラジオで言ったかな、子供ホスピスの奇跡。ああ、うん、はい、ね、もう病気のね、子供が最後の場所として過ごすところを作りましょうっていうストーリーが、はい、入ってます。で、まあ、いろんなね、その子さんの、その最後の様子を書かれてるんですけどね、それ見て辛いなと、うん、思うのもあるし、だけど現実やもんね、でもそれは、そういうね、子供たちでも諦めずに、それ返し君も持ってない、借りて読んで返してしまった。また買わない、車にあったら、そう買って持ってくるけど、なんかそれ、買わないぜ。じゃあダンク、そうですね、僕はもともと読書嫌いだったのもあって、最近読書が面白くて、ちょっと話したりもしたんですけど、谷崎潤一郎の知人の愛がたまたま中谷のこう手に入れて、それがなんかすごい面白くって、別になんか、頼まれ事もしなくて、ただなんとなく読んで、なんかただ本読むこと自体がすごい面白くって、今すごい、楽しみ中なので、今更新中なので、また振り返ってはちょっと今すぐ決められないぐらいなんですけど、今はそれです。谷崎潤一郎の知人ですね。谷崎潤一郎はね、ムック本が中空にあって、写真付きでね、谷崎潤一郎、ムック本もあるで、それも合わせて読んだら面白いと思うんですけど、谷崎潤一郎って知人内のストーリー読んだ後に本人の写真見たら、うわ、こんな太ったいかついおじさんがあんなこと考えてなかったらちょっとうわって思ったあで、あと、谷崎潤一郎俺好きなんやけど、谷崎潤一郎俺好きな理由の一つに、多分新潮文庫のジャケがいつも絵っていうのがある。あ、赤いやつ、定番の、素敵ですね、あれ、全部同じなんや、デザインが赤のな、だから
赤い表紙谷崎潤一の作品のなんか色が劣んよなみたいな、うん、で川端康成は新潮文庫ではあの青いやつな、うんうんうん、やっぱその新潮文庫の表紙のデザインってすごいなと思って。で次です。はい、ラジオネームハリネズミさんです。自営業です。よく自由人と言われますが自覚がありません。自由って何でしょうか。私は自由ほど責任が重く大変なものはないと思います、ということです。この方は自営業なんやな。自営業で自由人と言われるか、うん、自由な、あこれは、うん、まあ俺は自営業なんですけど2人は自営業じゃないんでどう思う、この問題は。まあ、どうですか。いや、もうその通りやなと。俺もこの通りやと思う。うんうんうん、要は自由という風を入れれば入れるほど責任が大きくなる、うんうんうん、なと思うな、うん、だから例えば一つ社会の仕事を、うんうん、勤めてくるんじゃなくて本当にフリーランスで自営業でやるっていうのは当然自由度は高くなるよ、うんうん、だけど責任とか、うんうん、危険も大きくなるな、うんうんうん、どっちを選ぶ かどの辺の程度を選ぶかっていうのは自分で決めれるもんかな、いやどうかな、うんうん、自由って何でしょうかっていうけど本当の自由って何かないんかなとは思う、あの厳密な意味で、うん、この時代にこの体で生まれてこういう出来事を体験したっていうことはで自分が作られてるとしたら、まあそういう意味では出来事とか社会とかがイコール自分であって、うんうん、そういう意味での自由はないんかなとは思うけどね、うんうん、そうですね、まあ、あと言ってくる人は結構まあ比較してるというか自分がまあやってないことを目の前でやってると自由やなと思ったりする、うん、してるからまあ言われ、うんね、だからこれをこのハリネズミさん言ってきた人から見たらそうなんでしょうけど、うんうん、またさっき自由にしてる分ね、うん、そうそう責任とかなんだろう、一瞬をこう比較したらあれかもしれないですけどね、うん、なんか俺もお店やって、うん、自分の好きなこと仕事にしていいですねって言われて、うん、まあ確かにそれ部分、うん、だけど自分の好きにしてええけんから、ええからこそ、うん、自分のした失敗は自分のせいであるということやけんな、当然自由でも手に入るが、うん、責任は、うん、当然自分に重くのしかかってくるんで、この人の言うことほんまやなと思います、ね、次です。ラジオネーム ST さんです。今日の自分時間っていいキャッチコピーですね。私自営業で店のチラシを作っていてもなかなか相手に響く言葉が見つからないのです。そこで良い言葉が浮かぶ時ってどんな時でしょうか。うおー、なるほど、これ俺わかるわ。この人もだから自営業で、さっきのとつながるんだけど、中空のサブタイトルに今日の自分時間、うんうんうん、あこれ間違えてるわ、今日の自由時間じゃなくて今日の自分時間なんですけど、うんうん、あのこれ俺考えたんや、うん、このコピーは、うんうん、カードにも入ってますね、うん、自分の時間ってことが言いたかったん、要は、うんうん、あのなんでか言ったら俺らは働いてるときは要は自分の時間とは言いづらいやん、勤めてる人とか、うんうん、で家庭でも実は家庭の一員としての時間だったり、うん、上司だったら上司としての役割を果たしとる時間だったりするやん、だけどたまにはパチンとこうオフ、ほんまに誰のために使ってる時間でもないような時間を過ごしてほしいというのがこのキャッチコピーを俺つけたんやけど、でこの人は相手に響く言葉が見つからない、で良い言葉が浮かぶ時ってどんな時ってあるんだけど、俺はこれあの散歩しとる時とか風呂入ってる時、つまり緩んだ時よ、考えてここでうん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 、なんやろこれかなあれかなこれかな、うんどうかなってうんうんしとる時よりもうんうんするのせねえかんのよ、うんうんしてうんこれかなあれかな、メモいっぱい書いたな、組み合わせもいっぱい考えた、うわけどこれあれかなって言って、今日はもうとりあえず休憩所を持って
歩き出した瞬間にやってきたりな。うんうんうなることが大事だと思うよ、うんうん、うんうなって、うんうん、さてもうやめたうなるん今日はと思った時に吹いてくる風みたいなにちょうどええのが乗っかっとる気がする、うん、アイデアとかキャッチコピーとか、これはあの俺の勝手な体験やけどな、うん、どう思いますか。いやいや、そうやな、うん、そうそう、何回か繰り返して繰り返してイエスマンみたいな、いやいや繰り返して繰り返してがないと絶対もう出てこないけん、あ、そうそう、だから深く悩んだり、うんうん、なることは大事だと思う、うんうん、だけど出てくるのはなんと、いいのが出てくるのはその時じゃなくて、うん、皮肉なと思うことに力を抜いた時なんだ、うん、だから有名な思想家の有名な理論っていうのは結構風呂入ってる時、風呂入ってる時散歩の時多いみたいな、ジャン・ジャック・ルソーのさ散歩の本好きなんやけど、散歩するときにあの考えよるというか、もう考えがやってきよるような感じ、うん、時、うん、そうっすね、やっぱ隙間がないと、うん、空洞がないと風が入ってこん、うん、と一緒でな、うん、さあやめたって言って、ね、スペースが大事だから、そうです。僕はあとなんか人に、うん、例えば自分の書いた文章を読んでもらった時とか、うん、見てもらった時に、うん、なんかその人がすんなり読めてるかというか、なんかパンと響いてるかなみたいなのが、うん、なんか相手の言った通りのまんま変えるんじゃないんだけど、うん、なんかこうその自分でどんどん煮詰まるから、うん、なんかフラットの人に見てもフラットにこうたまたまいた人とかにポッと投げた時に、うんうん、その人があなんかピンときたりしてるかなとか、うん、反応あるかなっていうのが、うん、なんか一個の最低ラインなのかな、最低ラインですかね、そうそう、それはそうやな、そうですね、うん、自分の好きなものと相手のいい、うん、とこなんか、うん、いいとこみたいな、うん、なんかな、うん、うんうんうんと思ったりします、ね、っていう感じかな、はい、うん、中空ラジオでは店内に、質問や相談をかけるノートを置いてますので、これに書いていただいた方には、ラジオの中でお返事させていただいたり、選ばれた質問には中空のステッカーを差し上げてますので、これ書いたら書いたって言ってほしいんですよね、あ、ちょっとあんま気づかんことが多いんで、うんうん、教えてもらったらステッカー渡してます、はい、お渡しするんで、よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。中空岡田に相談、質問などおはがきや SNS のメッセージからコメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店をお待ちしております。なくしたもんだけ光り出す痛い暗い半端な空を君と見てた半端な空を忘れ